翔平 TV 9月30日プレゼント企画当選発表動画お楽しみに。皆さんコメントたくさんしておいてください。というわけで翔平 TV イベントは翔平ズ紅白戦の中盤戦をお送りします。さあね、あの雨の中ね、本当に皆さんグラウンド整備を頑張っていただいてこの試合が実現しました。本当にありがとうございます。はい、そしてこれ、はい、これ三浦さんの打球、えぐい打球をリントが取ってアウトになりまして、いやファインプレーですね、本当にリント君すごい。そしてバッター破壊王、破壊しました、これ破壊しましたよ、これほら、これは左中間に落ちまして破壊です。ナイス破壊王前です。はい、村山さんもかけーんと同じ打球、レフトクリッチ取れずどこまで行ってんだいとエンタイトルツーベースになります。でバッター田中楽君、サードゴロ、まさかのリントがまた取っちゃうっていうね、いや素晴らしい、もう勘もいいしね、素晴らしいプレーですね、本当に MVP 近いんじゃないですか。ここで翔平 TV 第1打席、はいこれね、引っ掛け引っ掛け、はい、サードの朝日くんが取れず、ショート村山くん、これはこれはね、あのね、わずかに間に合わずアウトとなります。もう走路がね、全部ぐちゃぐちゃで大変でした、本当に。はい、センターフライとなります、松井くん。そしてバッターリント、さあいいプレーをしたリント、どうなるか、これね、まさかの手首で持っていくっていうね、はい、レフト前ヒット、素晴らしい、MVP 濃厚かもしれません。はい、そしてバッター高橋さん、さあこれはどうなるか、これはセカンドのヒロトが取ってアウトとなります。素晴らしいね。さあチェンジになりまして、両ヘイズの攻撃、よっ、はい、あのバッターの淵本くんとピッチャーの石川くん、石川翔一郎くんは友人ということで、あの一緒に来ておりました。はい、だから直接対決初めてらしいですね。はい、結構力入ってますよ。さあこれはこれは悩んだか、おお悩んだっすね。そしてバッター小湊雅弘くん、まさかのリントが盗塁を刺すのか、どうなんだこれは、アウトとなりまして、リントナイス肩、リントバズーカ2ステップぐらいしたね、いいね、はい、素晴らしい。さあバッター正弘くん、どうなるか、はいこれね、ボール取れましてフォアボールとなります。そしてここでバッター朝日くん、これもフォアボールとなります。そしてバッターヒロト、セーフティー、はい、これはねランナー1、2塁からのオールセーフということで、ランナー満塁のチャンスを作ります。そしてバッターは満塁で良平に、さあ良平打ちたいところ、さあ良平どうなるか、はい、これまさかのね、これまさかのね、打っちゃうんです、これ左中間打っちゃう、みんな前来ててね、打っちゃうんですよ。はい、正弘君帰ってきて、朝日君も帰ってくるということで、素晴らしい、やってますね彼は。はい、しゅんさんピッチャーゴロアウトとなります。はい、ランナー2、3塁バッター和樹三振取りましてチェンジになります。いやでも素晴らしいピッチングですよね、本当に。はい、でクリッチがまさかのね、田中楽君から打ったと思いきやセンターフライとなります。いやでもクリッチナイスバッティング、ナイスバッティング、クリッチで、バッター田中くん、これね、美濃さんですね、岐阜から美濃さんです。でバッター中山裕太くん、これはセンターフライでしょうか、はい、アウトとなりました。もう芝生ね、びしょびしょで、みんな多分スパイクとか靴下もう濡れまくってると思います。その中での野球です。はい、これ来ました、ショートゴロ、田中さばいて、はい、いいシーンなんですけど翔平が邪魔で見れずに、はい、これはアウトとなります。バッター破壊を破壊しましょうと思いきや三振となります。
はい、翔一郎君、雨の中本当大変ですけどね、よく投げました。これは、はい、ゆうた君取って三者凡退です。素晴らしい。さあ両平図ピッチャー破壊王、破壊王ね、上から投げるんでね、もうすっごい真上から頭の上から投げるんで、はい、まっすぐとフォークがね持ち味ですよ。はい、まずセンターフライとなります。そして奥村くん、はい、これね、これね、これ見てほしい見てほしい、これね、まさかのね、はい、陽平さんナイスブロックでした。痛そうにしてますね。この前にね、翔平 TV のね、あのファールチップ当たってますんで、左肩に。はい、そしてフレームくん、はい、三振となります。その間に奥村くんは盗塁となります。そしてバッターは翔平 TV となりまして、2打席目、はい、ラストバッター翔平 TV。 さあ破壊はフォークの握りですか。はい、フォークね、ボールボールボール。破壊王はまっすぐかフォークなんでね。はい、これね、これね、ちょっとね怖かったけどストライク、インコースのいいボールでしたね。そしてはい、これまさかの高めね、バカ高いね、ボール球っすよ。これをガーって打ってライト線か、落ちましてヒットとなりまして、奥村くん生還、それタイムリーヒットとなります。さっき流し打ちね、ちょっとね流行ってます。そして先頭バッター松井がセーフティーで、これはギリファールとなります。いや、うまいっすね。翔平が走る、翔平が走る、これね、走って分かった、これは今日は走るもんじゃねえ、もう滑るしね、ぐっちょぐちょでしたよ。はい、松井打って、これはセカンドゴロか、アウトとなります。はい、そして両平さらに追加点を奪いたいところ、バッターラク君、ピッチャー石川君、素晴らしい、いいボール、リント取るか、リント、リント取ってアウトとなります。さあ友達対決、スライダー打って、田中、はい、来た、これでこれセーフっすね。あの田中君、あの前出ましょうね。はい、そしてバッター正弘君、はい、これね、すげえいいボール、すげえいいボールですけど振り逃げとなりまして、これはどうだ、アウトになるのか、これはセーフになります。いや、石川君マジいい球投げてんのよ本当に。でこれでね、はい、牽制引っかかっちゃって挟まれて、これアウトにしてほしいね。はい、ランナー三塁、三塁ランナーは走った、これでこれでセーフ、オールセーフとなりましたね。いや、うまいですけどね、難しいですね。はい、そして朝日が待って打ちました、パコーンとね、レフトのクリッチを超えていきまして、レフトオーバーですね。素晴らしいバッティングでした。いや、もう朝日すごいなと思いました。はい、20歳。そしてバッターヒロト、ユーポンチャンネルのヒロト、これはショートゴロ、田中対ヒロト、これはアウトとなりまして、次回最終回プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうってことで、はい、もう上げちゃいます。まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます、2000人もとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今
並行してモンタナさんのゲンダモデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントもグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、ゲンダグローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、今日の動画は以上になります、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それではありがとうございます、ひとへ TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております、モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください、皆様チャンネル登録はお済みでしょうか、チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします、それではありがとうございました。